はい、どうもそこまでです。今日の動画はですね、前回のねガチャ動画で、最後にね、覚醒の選手を集めますよっていう話したんですよね、このプロスピパークで、はい。覚醒選手ね極めたり、やっぱ証拠つけたりするには、このランダムボックスからですね、A ランク選択契約書ってところを聞かなきゃいけないんですけども、でいつものね覚醒のイベントって大体1回の抽選ごとにですね、だいたい 2.5 パーずつぐらい、それぞれ40回に1回ぐらいの頻度、要は20回に1回はどっちかが出てくる。でこれは結構今までのイベントいろいろね、イベントごとにちょっと出現率が違うかもしれないんで、おおむね40分の1ずつで抽選してるのかなっていう感じだったんですよね。これはもう結構統計取ってて、いろいろ周りの数字もらったりしていろいろやってたんですけど、40分の1かなっていう感じぐらいだった。2.5 倍ぐらいずつの抽選確率なのかなって思ってたんですけど、今回どうやら全然様子が違うと。A ランクだけじゃなくてね、もう B ランクも全然出ないんだよね。今回ちょっと一回このランダムボックスの内容が、A ランクの抽選確率どれぐらいなのっていうところで、ちょっともう皆さんから、ちょっとリーゴモサーとね、リアタイモサーで、このイベント走ってる皆さんから、どれぐらい走っててどれぐらいの枚数出てるっていうのをね、全部ちょっとヒアリングさせてもらって、大体これぐらい出てるよっていうのを、全部集めてもう確率出しちゃおうと思いまして、皆さんから集めてもらったデータをね、まずちょっと一人一人、プレイヤー紹介しながらちょっと見せていこうと思うんですけども、ちょっとじゃあこちらまずちょっと先に見てもらいましょうかね。はい、こちらの画面ですね、データをね提供してくれたプレイヤー名と、抽選回数ですね、なぎさん、はい、スピリーグ2021の阪神代表だった方なんですけども、累計パークポイントが300万いっていて、累計到達するのが90万なんで、90万以降がランダムの抽選を受けれるわけなんですけど、なんで210万分の抽選を受けてるわけですね。で抽選回数は、70回、210万分で、3万ポイントごとに1回ずつ受けれるんで、抽選を70回受けていると。で、上に書いてある枚数がランダムの A ランク契約書、回数3枚ですね。で、パーセンテージ、要は70回の抽選に対して、3回当たったんで 4.28% の確率で当たっていると。で下段の数字がですね、選択契約書が1回しか当たっていないと。で当選確率が 1.43%、はい。要は確率負けしてるわけですね。今までの 2.5% ぐらいだった、配数率と比べれば、確率負けしてる人ばっかり集めてるわけじゃないですね。ツイッターとかで募集しちゃうと、僕こんなにハマってるんですみたいな人がね、めちゃめちゃデータ送ってきちゃうと思うんで、自分からね、名のある方々に声をかけて、データをねちょっとご提供いただきました。走ってる方からね、はい。スピリーグの、去年のね西武代表だった渡さん、はい。これもうランダムも選択も0枚、はい、0% ですね。確率もくそもないですね。はい、お次、去年の横浜大ピースケさんですね。はい、ピースケさんも抽選70回受けて、これランダムが1枚 1.43% で、選択契約書も1枚 1.43%、今までの基準から言えば全然出てないというね。はい、お次はリーグ勢、はい、オールスターとセリーグの最後決定戦 MVP 取ったことある玉輪ですね、はい。ランダムが0枚 0% で、選択契約書が2枚 2.86%、 これはねよく出ている、恵まれている抽選になっていると思います、はい、はい。お次、アスニーさんはこの間の、純正最強戦、ベース100などですね、アスニーさん、こちらも306万パークポイントいっていて、抽選72回受けていると、はい。ランダムが1枚、選択が1枚、各 1.39%、下になっちゃってるという感じですね、はい。こちらこの間の純正作業戦オリックスで、MVP 取りました、品川で働く社長品川ですね、ランダムが1枚、のみですね、はい、1.39% で、選択役所は0枚、はい。こちらも両方とも確率、今までの基準で言えば、確率以下、はい。こちら、360万ポイント、はい、抽選90回受けてます、第8回のね、楽天純正ベスト9野口伊織っちさん、はい。こちらですね、ランダムの契約書を4枚当たっていて 4.44%、 これはもうかなり出てる方だと思います。で、選択契約書は0枚、はい。で次ですね、この間の、阪神純正最強戦、ベスト9ですね、マディさん、はい。ランダムは3枚引いてて 3.16%、今までの基準からしても出てる方で、選択契約書が2枚しか出ていない、今までの基準から言ったらまだ低い、みんな低いね、はい。32回の、ね、西武純正 MVP09 ですね、抽選が97回、で、ランダムが3枚出ていて、選択契約書が1枚、引き負け、みんな引き負けばっかりですけどね、はい。オールスターとかね、パリーグとかの、はい、ベスト9取られてますエルブランコさん、ランダムの方は0枚で、選択の方が2枚、選択の方が出てるっていうのは珍しいパターンなんですけども、それでも 2% ですね、はい。お次、世にも珍しいですね、オールスター MVP の
アイコンの中でも優勝というねアイコンを持ってる、はい、レイチェルさん、ランダムが3枚で 3.03% 今までの基準から言っても引き勝ちしてますね。選択契約書は、うん、まあ 2% でもまあ、全体から見るとかなりいい方だと思うんですけど、まあこれでもやっぱりまあ過去の基準から言えばまあ引き曲げてるだろうというと感じですね。はい、セリーグの MVP2 回取られてる高弘さんですね。400万パンクポイント超えてまして抽選103回でランダム A ランク契約書が1枚で 0.97%、まあ、選択契約書が2枚引いていて 1.94%、 こちらも選択契約書の方が引いてるって珍しいパターンですけども、まあ引いてる方の選択契約書でも 2% 切っていると。はい、ルイタン怪獣さん、こちらも400万パンクポイント超えてましてランダムの A ランク契約書が0枚、で選択契約書の方が2枚ですね。まあ、過去基準から言えばちょっと引いてないねという感じですかね。はい、この間のねセリーグ、最強戦でベスト9に取られたコッチさん、ランダムの方が1枚と選択の方も1枚で、各 0.87%、うん、まあもう引き負けてる人ばっかりですよね。はい、まあ結構前の2019の、ね、オールスターの MVP を取ったアキロさん、ランダムの方が2枚で選択の方が1枚、各 1.71%、 0.85%、 まあまあもうここまでいけばもうすでに 2.5% ではない、両方 2.5% ではないのはもうさすがにもう見えてくるんですけど、はい、まあまあ両方とも引き負けてます。はい、お次、ソフトバンク純正 MVP 取られてますアッキュンさん、500万パークポイント超えてますね。で、まあランダムも選択も1枚、 0.74%、 もうっていう感じですね、そろそろね。はい、はい、スピーリーグ中日、まあこれ2年連続そう面接は取ってるんだけど、辞退はしているというですね、アナさん、はい、まあセリーグベストナインも取ってるんですけど、まあこの方ひどいですね。578万パークポイントで抽選162回受けて両方0枚、ああこれは残酷なやつや、かわいそうとしか言いようがないわもう。はい、と横浜純正の MVP3 回取ってる林、はい、ランダムが2枚、選択契約書が2枚、確率が 1.15% ずつと、うーんまあでもそうね、まあもうここら辺の確率が結構、うん、選択契約書は、うん、大体みんなこんぐらいの確率に収まってるなって感じがしますね。うん、はい、お次、その日さん、じゃあ第18回オリックスの MVP 取られてます。はい、抽選192回、うん、でランダム7枚はいいとして選択が0枚、まあ、ランダムはねこうやってね確率を超えてる方、こうやって抽選かなり数多く受けてる方でも今までの確率、まあ、2.5% とかを基準とした場合にもたまにいらっしゃるんですよね。ただこの選択契約書については超えてる方が一人もいないっていうところで、うん、まあ見えてくるものがあるということなんですけどね。まあ、はい、オリックス MVP をね、2回取られてますマリノスケさんで、まあここでねちょっと初のね、まあ抽選223回にして、はい、ランダムも7枚、3.15%、で選択も6枚、 2.69%、 初めてね選択契約書は 2.5% 超えてますよ。うん、爆運マリノスケさん、爆運です、確実な引き強い野郎です。はい、お次、ヤクルト MVP とスペちゃんのねミドルリーグの MVP 取られてますクボチンさん、抽選226回受けてランダム4枚、 1.77% で選択契約書、はい、3枚、 1.33%、 まあこんなもんだろうって感じになってきましたね。はい、まあ2回 MVP オリックスの MVP 取ってますヤズ、900万パークポイントまでやってますよ、抽選270回受けて、はい、ランダムがなんと10枚、素晴らしい引き強、はい、で選択契約書は、3枚、 1.11%、まあどうなんでしょうね、引き負けているのか、もはやもう引き勝っているのか、うん、ちょっとトータルをお楽しみにというところですけど。はい、この間の純正ですね、巨人のベストナイン、いおりさんですね、よくランキングとかでもねお上位に顔を出してらっしゃいますいおりさん、なんとですね2063万ポイント、抽選324回、すごい、でここまでやってランダム 2.78% の9枚、うん、確率勝ってます。で選択契約書5枚、 1.54%、 まあここまでやったらなかなか、うん、確率に近くはなってくると思いますからね。はい、大物1146万、すごいよくやってますね、すごいです。はい、まあ第32回の横浜純正のベスト9取られてますデーナさん、はい、抽選352回受けてランダム6枚、 1.70% で選択2枚、 0.57%、 いやなかなかよ、全ユーザーの中でもかなり回してる方だと思いますけど。はい、ということでですね、騙されて走ったね被害者24人の、はい、方のね、はい、抽選を受けた、これはね最初の累計まで90万ポイントかかるんで、90万ポイントを除いてそれ以上走ったポイントの総合計がなんと全員で、総合計1億、はい、1億209万ポイントで、抽選回数が3403回の抽選を受けて、まあだいたい聖地がでに近づいてると思うんですよ。うん、でランダムの契約書が69枚で 2%、 2.028%、 かなり正しい
しい数字が出てると思う。ハマった人自慢とかだともっと低くなると思うんだけど、これハマった人自慢じゃないから。で、まあ、選択契約書がなんと驚異のですね、はい、1.175%、40枚ですね、3403回のうち40枚しか出ていないと。まあ、ランダムもね、これ下がってんじゃねえかなって感じです、正直。もしかしたらランダムは変化なしでいってんのかもしれないですけど、考えづらい。多分ちょっと下げてると思われます。で、選択 A ランク契約書については、完全に半分以下。半分になってんじゃねえのかな、1.25% とか。なんじゃないかなって気がするけどね。まあまあまあ、コナミさんに言いたいところはね、ちょっと、まあ、時間が無駄なんですよ。これエナジーの効率はもしかしたらいいかもしれないですよ。エナジーの戻りは。もしかしたら、そう、パークコストを使わなくていいから、エナジーのもしかしたら減りは大して高くないかもしれないけど、何より時間がきつい。このパーセンテージで、このパークを回していくのってめちゃくちゃな時間食うから、しかも自走車だし。これね、ちょっとね、正直ね、極めを作るとかっていう観点で言ったらめちゃくちゃ時間食っちゃうから、普通の社会人にはね、結構むずいんじゃないかな。結構きついんじゃないかなと思っちゃうんだよね。だからね、前の形に戻した方が俺はいいんじゃねえかなと思うんだけど、どうなんだろう。やっぱ無課金でエナジー何よりも減らしたくなくて、確率低いけど抽選機会受けれるだけいい。いやー、でも確率半分になったらどうなの。無課金でも、まあ育成も同時にできるからいいっていう人もいるのかな。まあただね、でもちょっと走る勢からするとかなりきついです。拷問です。だってみんなだって見たでしょ、だってあんな700万とかでさ、やっとこそ選択2枚であれでやっと極めよ。称号をつけるとかも絶対無理だし、巨人のグリフィン全同値にできるんだけど、巨人のグリフィン星に1点狙いで、多分できないよね。どこのニートでも無理だよ、絶対無理。っていうことで、まあそこら辺ね、ちょっと時間効率のとこちょっとコナミさんには考えてほしいんで、ちょっとなんかいい解決法ないの。だからシステムをね、なんかこうパックコストありとかでなんか選べるとかさ、はじめにイベント始めるときにパークコストありとなしどっちがいいかみたいなこと選べるとか、なんだったら俺なんかパークコスト2倍試合とか作ってほしいんだよね、本当は。とコナミさんお願いしますよってことが言いたい動画なんですけど、まあこれからもね、ちょっと覚醒のイベントのたびにね、ちょっと集計取ってみて確率出してみるのは結構ありかなと。結構精緻が出ると思うんだよね、これかなり。まあハマった人自慢になったりしないように、ツイッターとかで募集しちゃうと必ずね、ハマった人自慢になって精緻にならない、近づかないから、偏った値ばっかりね、集計することになっちゃうんで、ちょっと自分の方からね、これはサンプル集めていく行動はちょっとしようと思うんですけど、これからもちょっと続けていこうかなと思います。なんか定期的に覚醒あれば、まあ出現確率がちょっとまた変わる可能性もあるけどね、こういう動画とかみんなの声を受けてね、変わる可能性もあるんだけど、毎回ちょっと検証はね、少ししていった方がいいかなと思います。なんとなく、普通の YouTuber こんなつまんねえことやんねえだろうし、今回はちょっと、はい、こういう動画になりましたが、最後にね、ちょっと私の、はい、ちょっとサゴマンいくつは知ってんだよと、はい、他の人のデータ集めてるのは分かったと、他の人のデータは分かったけど、お前自身のデータはどうなんだと、私ね、衝撃の、はい、こちらです。はい、衝撃の134万、全然走ってません。はい、なんでかっていうと、違うんだよ。走り始めたらみんななんか、出ねえ出ねえって騒ぎ始めたから、どういうことと思って、ちょっとサンプルを集め始めたの。集め始めたら、なんだこれ、超やべえじゃんってなってきて、走る気なくなっちゃって、134まで止まってます。止まってますけど、ちょっとなんで止まってたかというとね、まあ、これには訳があると 1.8 倍だったんだよ。ちょっとこれ走ってるよりも、とりあえず1回 1.8 倍で、レベル上げに徹した方がいいと。1.8 倍の期間はとりあえず V ロード走り切って、この後もう走ろうと。もう走るよ。走るのは走るよ。このカリステだって、このカリステね、極めにするってね、話動画でしちゃったしね、さすがにするよ。極めにしますよ、ちょ、なっとかね。まあでも、確率が分かったからね、逆に。確率がだから 1.2% ぐらいなんだっていう、その選択契約書がね、1.2% なんだって思って走るのと、ちょっと 2.5% ぐらいあるだろうって言って、出ね出ねってイライラするよりもね、全然マシですからね。 1.2 倍になってもこれを踏まえた上でね、それでも突入するって方は突入してくださいと。240万パークポイントに1回ぐらいしか選択契約書出ませんと。それを覚悟しろと。だから2枚出すのに平均500万オーバーランしなきゃいけない。うんざりするよね。どこまで時間食うんだと。意外にしてください、本当に小波さん。はい、っていうことが言いたいだけの動画です。はい、ちょっとすいませんでした。ちょっとね、生放送とかでね、ちょっと走りたいなと思うんで、またこれ、はい、ちょっとこの確率が分かった上で、はい、走っていく地獄のね、生放送やりたいと思いますんで、はい。まあ今だからこの確率以上に引いてる人はね、みんな俺ついてるわーって思ってほしい。噛み締めてください。はい、じゃあちょっと地獄のね、周回に向かっていきますよ。では、はい、皆さんも頑張ってください。